調布市において高齢者を対象としたデジタルデバイドの解消とつながりを重視した健康づくりプロジェクト CDC 運動を東京都の支援を受けて実施しています。 CDC プロジェクトではリアルとデジタル双方のつながり社会参加を通じてシニア層のデジタルデバイドを解消しつつ健康寿命の延伸および主観的な幸福度の向上を目指しています。調布市としてはですね、誰もが心豊かにそして自分らしく暮らせる地域の実現というところを期待して実施をしております。そのためにオンライン教室では参加者同士がデジタル機器を使ってオンライン上でつながり、さらにオンライン教室の実施前と実施後の測定会でですね、リアルにつながる、このオンラインとリアルのつながりによって健康寿命を伸ばすとともに皆さんご自身の幸福度を高めていけたらと思っております。だんだんとこう立ち上がれるまでの準備っていうところを前半の3回でしていって、後半のところで実際じゃあ立ち上がれるだったり早く歩くだったりっていうところになっていく中で、最初の方は少し苦手だった運動がだんだん私でもできる、僕でもできるとか、年齢を重ねててもできるんだなっていう印象と、そういう運動の苦手意識がだんだんなくなって、運動って楽しいなって思ってもらってるような印象をとても感じました。電気通信大学の学生にもこのゲームに加わってもらうことで、シニア世代と若者世代のお互いの価値観ね、共有できたりとか、情報交換にもつながっていると感じているので、そういったところを狙いにしています。タブレット今まで使ってて、皆さんと一緒にしたことで自信がつくようになりました。以前あんまりね、なかなかそういうところで使う機会なかったんですけど、今回こういった教室受けまして、まあ LINE とかそういったものを子どもたちとやるようになりました。こういうコロナ禍なので、どうしても外に出るとか他の人とお話しするとかっていうことがないのでですね、そういう意味でもこういうところに参加して、まあ、健康も維持して頭も使って、それでなおかつ栄養学も覚えてみたいなことをですね、やってもらえればいいのかなと思っています。いいチャンスで参加できて、自分の体作りを勉強になりました。もうぜひ声をかけたいなと思っております。末永く地元で元気でいたい、そのために運動や食事のことについて知りたいと思っている方に参加してもらいたいです。もしデジタル機器について敷居が高いなと感じている方は、電気通信大学とアフラック、調布市が協力にタッグを組んで参加者をサポートいたしますので、安心して参加していただきたいと思っております。また少しでも興味がある方は、深大寺と染地の2カ所にデジタル拠点を開きますので、ぜひ利用していただきたいと思っております。誰もが訪れやすく、人とのつながりが感じられる温かい空間で、楽しくデジタル機器に触れていただける居場所となるよう展開していきます。